渋い。あ、乗りてえな。こんにちは、福井の旧車系 YouTuber ひでチャンネルです。いつもご視聴いただいて本当にありがとうございます。温かいコメントや高評価のグッドボタンなどいただいて、いつも本当に励みになります。じゃあということで、昭和47年式のね、ケンメリですよ。なんとね、240K 仕様ということでね、めちゃめちゃバシッと決まってるんでね、オーナーさんに詳しく聞きながら見ていきたいというふうに思います。でね、先ほど少しオーナーさんとお話しさせていただいたんですけど、オーナーさんね、なかなかのケンメリマニアですよ。めちゃめちゃ面白い見どころ満載の一台となってます。それではね、 240K 仕様のケンメリ見ていきましょう。はい、すいません、オーナーさんお願いします。ということで、あのね、パッと会場に来た時からめちゃくちゃかっこいいケンメリ来たなと思って、もう目星をつけていたんですけれども、じっくりとね、見せていただこうというふうに思います。小田さん、あちらのね、このプレート映しても大丈夫ですか？まあ大丈夫です。大丈夫です。ちょっと、まあ だいぶ前ですけど、だいぶ前のものってね、ノスタルジックカーショーということでね、20年ぐらい前に。なるほど。もうこれ自体もね、めちゃめちゃ貴重なね、はい、手書きの内装新車種のビニール付きシートベルトもほどいていません。 GTR 鉄鎮ホイール加工品で、フロントがね 7.5J の、はい、リアが 8J 相当ということの鉄鎮入ってるんでね、はい、じっくりと見ていきましょう。まずはフロント周りから。いやー、かっこいいですね、このグリル。いかがでしょうか？これって GT のグリルと同じものですよね。そうです。でバッチが 240K になっているということでね、これがね、輸出仕様の。ケンメリの輸出仕様 240K ということで、ケンメリの K ですよね、これはね、おそらく。違うのかな、どうでしょう。僕はそうだと思ってるんですけど、ね、いや、違いますね。違うんですか？ジャパンも 240K ってありますね。あ、そっか、ね、そういうことですね、はい、何の K なんでしょうか。まあ、それはね、詳しい方コメントで入れてくださいということで、浜松55ナンバーでね、2桁ナンバーということでね、はい、こちらいかがでしょうか。サイド周りね、はい、先ほどのプレートにもありましたけれども、こちらにはね、鉄鎮加工ホイールが入っているということなんですけれども、オーナーさん、これもともとは GTR のホイールということで。そうですね、純正の GTR の 5J のホイール、ね、はい、5J のホイールを、まあ、外中とね、外も中もワイドにしてもらって。これなんで中もワイドにするんですか？大体ね、普通だと、まあ、外にね、ちょっとリムを深くするっていうのがね、一般的かなと思うんですけれども、太いタイヤを履きたいのと、はい、あとバランス取るのに外だけの人ってバランスうまく取れない方が多いっていうのを、ね、はいはいはい、お聞きしてたので、中もやったらどうかな。なるほど。ということでね、はい、19560R14 インチがね、結構ぴったりめに収まってる、ね、うん、感じで非常にかっこいい。そしてこのね、アドバンのね、タイヤがね、こうクラシックなパターンがね、これはありがとうございますですよね、横浜タイヤ。そう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 、ね、復刻してくれた、ね、これがね、かっこいいんですよ。そして先ほどね、はい、カンニングさせていただきました、オーナーさん、こちらのフェンダーミラーなんですけど、こちらは GTR、ね、純正ということで、黒く塗ってるんじゃないぞと、もともとこうなんだぞっていうところなんですよね。いや、素晴らしいというふうに思います。そしてね、はい、こちらにはね、はい、当時のカタログ、そしてね、これ先ほどオーナーさんにお聞きしたんですけれども、まあ、新車購入時にね、こういうなんか手紙というかハガキみたいなのがついてきたと。そうですね、いうことなんですよね。まあ、こちらはね、コピー品と、ね、コピーをしたものとなってるんですけれど、こういうね、当時の川又社長のね、はい、サインが入っているものが入っていたんですね。いや、素晴らしいというふうに思います。そしてね、サイドを引きで撮ってみましょうということで、いかがでしょうか。やっぱりケンメリはめちゃくちゃかっこいいですね。そしてね、オーナーさんね、ウィンドウ全開にしてくれてるんですよね。なのでこの開放感ですよ、いかがでしょうか。こういう感じ、ガバーッと押してね、先ほどプレートにもありましたけれども、こちらね、3点式のね、最後にカチャッとかけるタイプなんですけれども、こちらほどいていないということでね、
さあ、そしてオーナーさん、先ほどね、ちょっとお伺いしたんですけど、こちら240決勝なんでダット3ってなってますねって、はい、これ輸出したやつをね、こう入れ替えたんですかとお聞きしたんですけど、実は違うんですよね。まあこれはあの部品で探してね、ついてる車から取ったんだけど、はいはい、まあ新品の時に入ってたのもありますね、当時ね、はい、あの先ほどお伺いしたらね、こうダッシュボードをね購入すると部販からこうプレートがダット3のも入っていると、入ってた時期がありました、ね、時期があったということでね、はい、だからね、知らない人はそのまま捨てちゃったということ、そうだと思いますね、知ってる人もね、まあ、一応本来はここで、ね、スカイラインとなるんですけれどもね、こういうダット3っていうのがあったんですね。ちなみに僕のケンメリもここダット3。ああ、よかったですね。だったんです。なんで、あの、謎が解明できました。ありがとうございます。さあ、そしてね、室内は詳しく見るのは、後ほどということで、はい、こちら、ね、リアのホイールなんですけれども、こちらも引きで撮りましょうか。こういう感じで、ね、いやー、サーフィンラインがね、めちゃくちゃ美しいですよね。そしてね、8J 相当のホイールがね、クッと収まっているこの関係性が非常にかっこいいですよね。はい。爪も折ってないです。爪も折ってないということで、ちょっとね、映るかな？こういう感じで、なるほど、爪折ってないですね。いや、素晴らしいというふうに思います。ね。はい、19560R14 インチがね、ピシッと収まっている。もうあれですか、バンプしても全然吸ったりとかしないですか？大丈夫です。中に入るだけです。中に、そうですね、ケンメリはもう車高が落ちればハの字になるんでね、その辺はね有利かなというふうには思います。さあ、カメラを通常に戻しまして、はい、こちらね、ダットさんということでね、この本来は国内仕様だとここスカイラインとねバッジが入るんですけれども、こちらは240系仕様ということで、ダットさんのねバッジが貼ってあります。そして GT ということで、さあ、そしてね、気になるリア周り見ていきましょうということで、こういう感じになってます。ちょっとねカメラを広角にして、はい、近づきましょう。はい、いかがでしょうか。こちらがね240系仕様のケンメリのお尻ということで、まあ、ここがねスカイラインじゃなくてダットさんになっているっていうのと、あとやっぱここですよね、この白いところ、これがバックランプになるんですか。ね、ここがね国内版と海外仕様ではこう位置関係が逆になっているということ で、こっちは一緒な感じですか。いや、これはあのちょっと形状が違いますよね。ジャパンみたい、ジャパンの前期みたいな、ね、ちょっとボコッと出てるんですね。でここ、輸出用は外のワンテールです、はい、なるほど。ランプがケンメリーランプここじゃない。そうですよね。だけど輸出用は外のワン、ここはじゃあどうなってるんですか。ブレーキランプ、あ、ブレーキランプということで、なるほど。そしてね47年式ということで隔離符がついているということです。でオーナーさん、こちらマフラーなんですけど、これはノーマルマフラーなんですか。これは GTR の純正、 GTR の純正ということで、これ取り回しはつかないですよね。同じで、あのタコ足も変えてるんで、あ、途中から、はい、ね、なるほど、そういうことなんですね。だからこのねちょっと品があるような、はい、こういう感じでね、そんなに太くないという、結構いい音しそうですね。いや、音はね吸気音で楽しみ、吸気音で楽しむということで、それではね吸気音もね後でちょっと聞かせていただきましょう。さあ、室内に行く前にね、はい、リアの後ろ回りも見てみましょう。こういう感じになってます。いや、非常にねかっこいいですね。やっぱりもうケンメリーがやっぱ僕車の中で一番好きなんでね、はい、いかがですか、このね、はい、アドバンのタイヤ、こちらのねパターンも一緒に写すと最高にかっこいいんじゃないでしょうか。こういう感じになってます。さあ、それではオーナーさん、室内の方を見せていただいてよろしいですか。はい、はい、どうぞ。ということで、こちらがね、はい、ケンメリの内装となっているんですけれども、オーナーさん、こちらにかかっているビニールシート、先ほど書いてあったように、はい、これが新車当時からのものと、そうですね、いうことで、まあ、前の方が外さずね取っておいたのをオーナーさんもまだ外してないぞということで、はい、これでもあれですよね、あの240系仕様ということなんですけど、
ちゃんと中のね内装まで240系のものになってるんですね。そうなんです。この辺が当時めちゃくちゃこだわったんじゃないでしょうか。まあ、今よりはねおそらく部品とか手に入りやすいとはいえ、そうですね、ここまで完璧にねやってあるのはなかなかないんじゃないのかなというふうに思います。まあ、今となってはそうですよね。ですよね。でね、本来なら240系だとここリアブレーキ、はい、ディスクブレーキになるはずなんですけど。あ、そう。そうなんですよ。で、ケンメリでディスクブレーキなのは、240系と GTR とあと最後のあの特別仕様、ね、のやつだけがねディスクブレーキということで、うん、なので僕ここがねディスクに変わってたらもう仕様かあの240系か区別がつかなかったです。あの本物の輸出仕様は、はい、あ輸出用は、はい、あのガラス白なんです。あ、白ガラスなんですね。白の熱線入り。なるほど。これはブルーのまま青ガラスということで、なかなかねまた新しい知識が増えてしまいました。ありがとうございます。ということでね、室内の方を見せていただきましょう。ということでこちらがね、はい、ケンメリの内装となっております。これあの GTR タイプのあのアルミのメーターパネル、メーターパネルになっていると思うんですけれども、これはもともとはウッドパネルなんでしょうか。そうです。なるほど。ハンドルもウッドですよね。なるほど。でここは乾燥してあるということで、はい、ダッツンコンペのね、これおそらくね、あの革の質感から見てね、これ本物のダッツンコンペだというふうに。それも一番最初の当時物の。当時物ですよね。ハードっていうタイプ。ね、これねあのリプロ品はねめちゃめちゃ軽いんですよ。で本物は本当に重くて、あの外して持つとすぐ分かるんですけど、ね、このね、革なんですね、そう革のねこの質感がね。本物とリプロ品ではちょっと違うんですよね。これね隣に並べないと本当にわからないぐらいです。さあそしてねこちらがコンソールとなっていますけれども、ちゃんとねあのラジオの蓋なんかもついていて非常に決まってますね。素晴らしいというふうに思います。そして天井はこういう感じになっていてね、はい、ケンメリはねこの丸いルームランプになってるんですね。はい、そしてもう後ろもねちゃんとビニールが残っているということで、もう完全にあれですよね、新車の装いですよね。素晴らしいというふうに思いますね。でリアにはスピーカーなんかも置いてありますよ。そしてこれはオーナーさん何なんですか。カラーカードス、当時のケンメリの色見本。あ、色見本なんですね。ちょっと見せていただいてよろしいですか。わあすごい。なるほど、はい、なるほど。これをねだからこうちょっとこう合わせて、はい、そうですね、ちゃんとね再塗装の時になっているかとか、はい、あとね購入する時に、そうですね、これを俺はなんか車の中に入ってたんで。素晴らしい、はい、素晴らしいです。そしてねこのオーナーさんのこだわりね、この当時のねなんて言うんでしょうか、この新車時の時にお客さんに渡すまでこれ、そうです ね、あるやつっていうのね、これ今でもあると思うんですけど、この当時物、そう。ね、もうあの、紙が結構ボロボロになっているということで、ね、向こうの方にもね、ちゃんと日産プリンス浜松ってまで書いてあるんですね。そうですね。いや、素晴らしいというふうに思います。そしてね、このケンメリの純正シート。で、運転席にはバケットが入っているという感じでしょうか。うん、そうです、はい、いやーでもねやっぱりねケンメリねいいですね。あと豆知識として一応ねあのケンメリオーナーなんで、はい、ここね四角い、これ前期、後期型はね丸くなりますね。はい、こういう感じになってますよ。それではオーナーさん、エンジンの方を見せていただいて、はい、よろしいでしょうか。はい、はい、パカッと。これもこうはめるの前からなんですね、はい、初期は。あ、なるほど。上からは後なんですね。なるほど。僕ねあの元々そうだったんで、もうそうだとばっか思ってたんですけど、まあこの辺もねだからあれいろいろね前期と後期とかあるんですね。はい、ありますね。まあ、使いやすいのは多分上からでしょうね。そうそうそう、おそらくねこの割っちゃうんですよねこれ、パキッと。そう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 、ね。はい、それではねエンジン見せていただきましょう。こういう感じでねエルメカが収まってるんですけれども、オーナーさんこちらのエンジンはなんていうエンジンですか。まあ、L20 でね、
先ほどオーナーさんにお伺いしたんですけれども、ここのねサイドから見てみましょうということで、このインマニなんですけど、はい、林レーシングとあります。これだからもうほっといておじもんっていうことですよね。なるほど。そしてこれキャブレターは何杯なんですか？44杯に100の、ね、ロングファンネルを、ね、つけてトルク重視と、はい、全部当時もんです。当時もんということで素晴らしいというふうに思います。で、ね、僕初めて見たかもしれないね、このケンメリでリンクになっている車両。それ GTX の流用で、あ、流用してつけてるということで、はいはい、なるほど。普通はねここからこうまたぐように ね、ピュッと出てくるんですけど、はい、ね、このリンクをちゃんとつけているということでね、スキッと見えるからいいですよね。そうですね。いやでもね、こうやってケンメリのエンジンルーム見せていただくと本当に早くレストアして乗りたいなというふうに思います。頑張ってください。はい、頑張ります。ね、ライトもあるでしょうね。あ、なるほど。先ほど気がつかなかったんですけど、これ羨ましいな。あのマーシャルのね、当時ものもう今このサイズないですもんね。みたいです ね、このねガラスなんですよ、ここがね。でここにね、はい、マーシャル猫がいると。これはね、あの分かる人しかもう全然気にならないところなんですけど、僕はめちゃくちゃ羨ましいです。はい、ということでね、ちょっとねエンジンをかけていただく前に、はい、トランクを見せていただきたいんですけれども、 あのね箱スカにはないんですけど、懸命にはあるんですよね。はい、今バチャッとやりましたけれども、トランクオープナー、はい、こちらにね、はい、ケンメリからはねトランクオープナーがついて、ここでトランクが開けれるということなんです。もちろんね鍵でも開けれるんですよ。でね、何を見せていただきたいかというと、こちらということで、皆さんこれ分かりますか？オーナーさんちょっと出していただいてよろしいでしょうか？本当は固定されてるやつですけど、はい、本来はビスで固定ということなんですけれども、はい、こちら日産の刻印があるね、これだからケンメリの当時ものオプションって形なんですか？これ純正オプション、純正オプションのね小物入れということでね、かなり貴重で、はい、はい、ケンメリのねあの空間にズボッと収まる、収まるということで、はい、いやね全然必要ないんですよ。箱買ってくればいいんですけど、いや僕はめちゃくちゃ欲しいですね。はい、ということでオーナーさん、はい、ちょっと前後したんですけれども、軽くね会場内なんで軽くエンジンかけていただいてよろしいでしょうか？おー、先ほどねオーナーさんおっしゃってましたけど、かなりいい吸い込みの音してましたね。このアイドリング状態でもね非常にいい音がしてますよ。さあそれではね、GTR のマフラーをね持ってきたという排気音聞かせていただきましょう。こういう感じに、ありがとうございます。じゃあね会場内なんでちょっと切っていただいて、はい、ということでね、いかがでしょうか？僕ねこの 240K 輸出仕様のねケンベリのテールね、まじまじと取材させていただくのは初なんで、いや非常に興味深いですね。こういう感じでもう一度映しておきましょうということで、いやでもね本当にあのオーナーさんと本当に話が合います。あのケンメリってね結構あれじゃないですか、僕実際乗っててよく思ったことが一つだけあって、はい、すごいあの年配の方がね懐かしがってこう近づいてきて、かっこいいなこの箱スカって言われたことないですか？ありますよね。これはケンメリオーナーあるあるです。はい、ということでね、はい、まだね何か秘密があるらしいですよ。デフカバー、デフカバーするかな。あ、アルフィンタイプのデフカバー、これねちょっとカメラの画角的に映らないんで、後でね写真を撮ってねここに乗っけておこうというふうに思います。当時売ってたんですね。当時ありましたよね、はい、なるほど。あの GTR に似せてっていうか、なるほど、はい、そうなんです。これね本当にねオーナーさんケンメリ大好きでね、もうめちゃくちゃこだわってね、いろんなパーツとかもあって、後でねちょっと連絡先を交換して、僕のケンメリのレストアが携帯した時にはね、はい、ちょっとねあのいろいろ部品を分けていただいたりしようというふうにも思います。はい、ということでね最後にこうやってもう一回映してお別れしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が良ければ高評価のグッドボタン、そしてチャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いします。
コメントや応援メッセージなんかいただけると本当に喜びますので、ぜひお寄せください。それではまた次の動画でお会いしましょう。次に紹介されるのはあなたの愛車かもしれませんよ。バイバイ。小野さん、ありがとうございました。パソコンでご覧の方は画面左側、スマホでご覧の方は画面右側をご覧ください。ヒデチャンネルの公式グッズがご覧の動画の下から購入できるようになりました。